はい、どうも皆さんこんにちは。というわけでね、今回から、YouTube を始めていきます。というわけでマインクラフトダンジョンズをやっていきます。で、マインクラフトダンジョンズをするときにの目標かな、することを解説していきます。で、まずやっていくことは、そうだね、友達とやっていくことですね。友達とやっていきます。まあ今友達はいないんですよね。まあいないっていうか来てないんですけど、まあ次回ぐらいから来るかな、友達。一人ですることもあるんですけどね。二つ目は、あ、さっきの対策なんですけど、二つ目は、そうだね、とりあえずね、強い武器を紹介していくことかな。はい、そうですね。とりあえずね、無類の男女を攻略していく。やっていきましょう。で、はい、ではね、僕の今回使うメインとなる装備はこちらです。まずは闘志の使命です。闘志の使命が光る旋風ドライブ、次にドライブローブ、レイキングクールダウンです。パークロスボウですね。これはマルチットクールダウンですね。アーティアップは瞬足の物、幽霊の魔と倒れる攻略していきましょう。僕の手は今251なんで、なので、スパッコリワンパンできたの。今そのうち研修していくか。まあだよね。あ、そう、キャプテン倒したんだ。キャプテン倒したことを忘れてた。まあ、とりあえずね、今回はこのぐらいにしておきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。